中沢刑事、中沢刑事、中沢刑,刑事、本名を同じ。1939年、昭和14年3月14日から2012年、平成24年12月19日は、日本の漫画家。代表作に、裸足の弦など、広島市への原子爆弾投下による自身の被爆体系をもとに、戦争、平和を題材とした作品を、数多く発表している。 代々、漆塗りを制御としていた家に、四男一条の五人兄弟の下から二番目の子として、出生した。広島県広島市船入本町、現在の広島市中区船入本町に生まれ育つ。父は、日本画家、牧江氏で、演劇活動にも参加。反戦主義者のため、思想犯として、特別高等警察により連行され一年二ヶ月、高知。 拷問を受けたた人物だったという。1945年、昭和20年8月6日、広島市立神崎国民学校、現在の広島市立神崎小学校1年生だった、時に広島で被爆した。友達の母親に呼び止められて、自身は建物の塀の陰に入って、熱戦を浴びずに奇跡に助かるが、父、姉、末弟の3人を失った。 ついで原爆投下当日に生まれた妹も4、か月半後に死亡。これらは、裸足の原の原爆投下時のエピソードとほぼ同じである。終戦後に、手塚治虫の新宝島を読んで感動し、漫画を描き始める。広島市立エヴァ中学校在学中は、漫画少年などへの投稿に熱中。やがて漫画家になることを決意する。 中学時代の1951年に刊行された長田新編による原爆の子広島の少年少女の訴えの序には被爆直前を記した中沢の出記の一部が引用されていい。中学卒業後に看板屋に就職し、そこで当時の中卒最高額の給料をもらった。看板屋勤務の傍ら夜は漫画を執筆し、 日曜の休みに三本立ての映画を見る生活の中、漫画の投稿を何度も行い、面白ブックに時代劇の読み切り漫画が入選した。掲載されたのは表紙のカットのみだったが、初めて原稿料をもらう。上京した際に相談した出版社の編集者にプロになることを勧められ、紹介してもらった。 カズミネ大事のアシスタントになるため1961年2月に上京。山手線日暮里駅のそばのアパートに住んだ。1962年、少年画報にスパーク1でデビューし、アシスタントを続けながら1年間連載した。やり直すために辻直樹のアシスタントになり、週刊少年キングでは宇宙ジラフを3ヶ月連載。その後も、 カズミネと辻のアシスタントで生活をしながら、冒険王、漫画王、少年、僕ら、週刊少年サンデーなどに読み切り作品を発表した。1966年2月、看板や時代の仲間に紹介された女性と結婚、翌年1月に娘を設けた。状況当初は、周囲の原爆被爆者に対する差別の視線から、 もう二度と原爆という言葉を口にすまいと決心し、自らが被爆した過去を語りたがらず、もっぱら少年向け漫画誌に原爆とは無縁の漫画を描いた。転機となったのは1966年、昭和41年の母の死で、広島に戻り仮装した際に放射能のために、母の骨がすべて灰となり、遺骨が一かけらも残らなかったこと、加えて、仮装前にアメリカのアブック、 原爆障害調査委員会が母の遺体の解剖を迫ったことに憤激を覚える。これを機に原爆という言葉から逃げ回るのでなく、漫画の世界で戦うと決意した。初めて原爆を題材とした漫画、黒い雨に打たれてを描き、完成した原稿を各出版社に持ち込むが、一年ほどの間、どこの出版社からも掲載を断られた。その間に生まれた娘の養育費を稼ぐため、 テレビ番組や映画などのコミカライズを描いて過ごした。1968年になって持ち込んだ法文社の漫画パンチで一読して感動した編集長の理解により描き上げてから2年の時を経てようやく5月に掲載された。他の漫画家や他社の編集者からの黒い雨に打たれての好評を得て編集長からの依頼で黒い川の流れに 黒い沈黙の果てに、イハトの群れにといった黒いシリーズを描いた。裸足の原は、中澤が33歳の時に1972年10月号の別冊少年ジャンプで、各漫画家の自伝を掲載するという企画がきっかけで誕生した。中澤の自伝漫画、俺は見たに感動した、週刊少年ジャンプ編集長の長野木に、これを下敷きにした。 長期連載を進められて始まったものである。1973年6月から1年半、週刊少年ジャンプで連載された。広島の原爆で父、姉、弟を失った、主人公の少年、中岡玄がたくましく生きる姿を描いている。主人公の元の姉と妹の名前は、中澤自身の姉と妹の名前をそのまま使用しているなど、自伝的要素が強い。 連載中の人気は高くなかったものの、1975年の地震初の単行本と共に、朝日新聞の社会で報道されたことをきっかけに、マスメディアで取り上げられて、爆発的な売れ行きとなった。その後も掲載紙を変えながら、裸足の弦の続きが描かれ、1985年に第一部完結で未完となっている。十数カ国語に翻訳され、 単行本は累計で1000万部を超える代表作となった。裸足の原ンは1976年に映画化され、その後三部作となったが被爆シーンは実写での描写表現が困難だったため、1983年に制作費を調達して、自らの手でアニメ化も行った。翌1984年にも自作、黒い雨に打たれてのアニメ映画を制作。1999年には、 実写映画、お好み八ち,ちゃんを制作し、初の映画監督も務めた。2001年、平成13年頃から患ずっていた、糖尿病による、左目の網膜症と右目の白内障で視力が低下したため執筆活動からは遠ざかっていった。2002年、平成14年、第14回、谷本清平和賞を受賞する。2004年、 平成16年、アングレーム国際漫画祭環境保護に関する最優秀コミック賞を受賞する。2008年に肺がんが発見され手術を行った。その後も肺炎や心臓病でペースメーカーを入れるなどして入隊院は3度に渡った。読者からの要望に応える形で、大田出版からの依頼で、裸足の原第二部東京編の連載を決意し、 32ページのネームまでできたところで、眼底出血により、中断、周囲に迷惑をかけることを気にして、連載は断念しその後の原は、読者の想像に委ねるとした。2009年1月に白内障の手術を行うも、網膜症と白内障で、細かい絵が描けず、体調もかんばしくないことから、同年9月14日、正式に漫画家引退を表明した。 同年12月8日、かねてから、裸足の原の原稿を帰宅していた広島兵は、記念資料館へ、現存するすべての漫画原画や、裸足の原第二部のネームなどを市に寄贈すると報じられた。2011年、平成23年8月、自身の老い立ちを語ったドキュメンタリー映画、裸足の原」が見た広島が公開された。2012年、 平成24年12月19日午後2時10分、肺がんのため、広島市民病院で死去した。73歳ぼう亡くなる直前には、好きな漫画を描いて、食べていけたんだから、こんな幸せなことはない。原は、俺が死んでも残る。原画世代を超えて歩んでいってくれれば、それだけでいいと語っていたという。21日に、本人の意向で、家族葬を行った。 死去の事実は同月25日に明らかになった。前期の通り、中沢の母には遺骨の形跡が残らなかった経緯から、自伝、裸足の原私の遺書の担当編集者が中沢の遺体を仮装した際に骨はありましたかと尋ねたが、中沢の妻は普通は遺骨を見ると悲しくなるんでしょうけど、私は反対に骨太のしっかりした骨が残っていて、 嬉しくなりましたと述べた。熱狂的な広島東洋カープファンであり、代表作である、裸足の弦にもカープが登場するほか、カープをテーマにした、広島カープ誕生物語などの作品がある。裸足の弦や、広島カープ誕生物語には、球団早々期における熱狂的なカープファンの蒸気を、一した様子も描かれている。中澤は、球場観戦も好きで、よく妻を、 カープ観戦に連れて行っており、カープ見たさに甲子園球場に出向くほどだった。そんな中澤の影響で結婚するまでカープに興味がなかった妻、ミサヨも一緒にラジオを聞いたり観戦するうちにファンになっていった。2011年8月に松田スタジアムでピースナイターとして開催されたカープ対巨人戦では始球式を務めている。中澤は カープのグラウンドで支給式できるとは夢にも思わなかった。こういう時、東日本大震災発生から間もない2011年8月に野球をやると不謹慎と言われるけど、平和だからできることを喜ばないとと語っている。被爆者でありながら悲惨な被爆体験のため2010年、平成22年まで広島市主催の平和記念式典に出たことはなかった。 原爆に触れるのが嫌だった。異例の日八時十五分が迫ると気分が重い、逃げ回った姿が蘇ると述べている。広島平和記念式典については、やらないより流行った方がいいとは思ったが、被爆体験への忌まわしさと戦争責任を追求しない内容に、あんな白々しい式典で、あの原爆地獄の苦しみと怒りと悲しみが沈められるか、 中澤自身は参加したことはなかった。しかし広島市から招待され、2011年に、根性の別れのつもりで、と、初めて出席した。中澤の漫画は、妻に手伝ってもらう他には一人で描いていた。これは中澤がアシスタントを雇って作業する方法を、嫌っており、自分一人で描くというポリシーを持っているためである。ただし終始連載時には、 二人のアシスタントに手伝ってもらっていた。そういった中沢のこだわりもあり、違う職業の人としか顔を合わせないこともある。理由は原爆漫画家と同業者からレッテルを貼られていることが不快で自分の顔を見られることが嫌だからと語っていた。国家元首だった昭和天皇の戦争責任を主張しているため、戦後も昭和天皇を激しく批判し、昭和時代は 天皇制の廃止を強固に求めていた。戦後も戦争責任を取らず退位もしなかった天皇に対する中沢の怒りは一切の妥協を許さないまでに厳しく、広島に凝行こした天皇を指して人間の神経を持たない冷血人間、抗ガン派連地な野郎と評するほどであった。中沢曰く天皇や軍部はポツダム宣言を無視し、その結果、広島、 長崎で多くの人が亡くなった。なのに戦後、天皇が広島に来た時には日の丸を振るように学校でことれた。なぜ万歳なのか。今でも腹の中が逃げくり返る思いがある。日本人は甘いと思う。天皇広人と皇族を助けるために広島と長崎は犠牲にされたのだ。また、日本の戦争責任者の昭和天皇が生き延びたことと、 イタリアの戦争責任者のベニート・ムッソリーニが逆さつりにされてイタリア国民に石を投げつけられる末路と正反対であることを比較していい。しかし中澤は作中で天皇制批判を描いても嫌がらせがなく表紙に抜けたといい、自伝や週刊誌や新聞で天皇制批判を載せている。裸足の原への手紙では読者の天皇は憎いですか という質問に対し、天皇の名によって、アジアで二千万人、日本では三百万人も殺された。私は天皇が憎いと返答しており、裸足の現時点で沖縄に、米軍駐留を申し出た天皇に対して、激しい怒りをあらわにしているものの、裸足の元への手紙で1975年、昭和五十年日本記者クラブで、秋新敏彦、 中国放送記者の質問の返答で昭和天皇が戦争中のことだからやむを得ないと出現したことに対しては悪意がないためか激しい批判は描かず被爆者に対して土座して謝ってほしかったと述べている原爆投下の当事者のアメリカに対し怒りを持っており原爆投下をしたアメリカにはナチスドイツのホロコーストを批判する資格はないと述べている アメリカの原爆投下について、黒い雨に打たれてでは、勝てば官軍、負ければ俗軍、でも勝手すぎる、裸足の玄では、喧嘩量成敗と主張している。ただし、アメリカの国力と文化に対しては敬意を示しており、ウォルト・ディズニーの白雪姫が、戦前のカラー映画であることに気が付き下を巻いたという。また、アメリカに訪問しており、ダラスでアニメ、裸足の玄の上映を見たり、 エノラゲーが展示されているスミソニアン博物館を見学しニューメキシコとネバダの核実験場テニアン島を訪れている原爆不要論を唱えるピーター・カズニック歴史学教授とも交流がある中澤は常に真珠湾を忘れるなと原爆投下を正当化するアメリカに対して戦争と核兵器の恐れろさを知ってほしいと訴えておりアメリカの児童や 大統領のバラク・オバマ及びその子女に、英語版、裸足の言を読んでほしいと述べ、実際に贈呈しているが、オバマ一家の手元には届かなかったようである。中沢の死後、2009年のプラハ演説に触発されて、オバマに宛てた広島、長崎への訪問、原爆資料館視察と被爆者との対話を促す、内容の手紙、おまと交友のあるアメリカ在住の女性に送っていたが、見つかっている。 原爆症がない発言で辞任した、ひさま秋夫に対して、恥ずかしくて、大臣を続けていられなかったんでしょ。裸足の言でも読んでほしいねと、皮肉たっぷりに述べた。日中関係に対しては平和交流を期待しており、日本人が被害者ぶるのではなく、他の国で何をしたのかも知っておく必要がある。南京虐殺の資料が出てくると、なんと日本人がひどいことをしたのかというのが出てくる。 申し訳ない気持ちでいっぱいになります。と述べている。ソビエト連邦が当時構成国だったカザフスタンのセミパラチンス区画実験場で核実験を行ったことを批判している。反戦漫画家のイメージが強いが長官不死身などの戦記漫画も執筆している。また、戦争は否定しながらも物事を暴力で解決したり、戦時下の復讐のためには、 拉致や殺人等の犯罪をも厭わない草的な作品もいくつか発表している。原爆を題材にした漫画のほか、グズロク更新曲、お好みハチちゃんなど、主人公が一人前の職人や調理師などを目指して努力する仕事シリーズや大怪獣空中戦、ガメラタイダオスなどの怪獣映画のコミカライズも多数手掛けている。裸足の弦を除いては短編漫画が多く、 一部作品は連載が打ち切りになるなどの浮き目にもあったが、ほぼ全ての作品は長文社によって平和漫画シリーズ、仕事のシリーズとしまとまっている。またホルプ出版も図書館向けに同様のシリーズを刊行している。他多数楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。